皆さんこんにちは。中学受験生の父親代表です。今回は中学校紹介ということで、開成中学校です。所在地は東京都荒川区西日暮里で男子校です。最寄り駅は JR 東京メトロ千代田線日暮里舎人ライナーの西日暮里駅で徒歩2分です。中学受験情報、大学進学実績については最新の2024年の数値にアップデートしております。ぜひ最後までご覧いただければと思います。中学受験情報です。募集定員は男子300人です。受験日は2月1日午前で、出願期間は1月10日から1月22日までです。試験科目は国語、算数、理科、社会の4教科です。科目ごとの試験時間、配点は算数60分、85点、国語50分、85点、理科40分、70点、社会40分、70点で、合計310点満点です。2024年の倍率は、形式倍率は 4.2 倍で、例年4倍程度です。実質倍率は 2.8 倍で、例年これくらいの倍率です。2024年の合格最低ラインは216点で満点に対して 70% で、例年 60% 台中盤から 70% 台中盤のようです。合格発表は2月3日12時からホームページ上で発表されます。次に偏差値と合格確率の関係についてです。 R4 偏差値は、模試でこの偏差値を取っていた受験生は 80%、 すなわち100人中80人が合格した偏差値。 R3 偏差値は、模試でこの偏差値を取っていた受験生は 50%、 すなわち100人中50人が合格した偏差値を表しています。偏差値は日能研の数値で、2024年は R4 偏差値が72、R3 偏差値が70でした。そして日能研全国公開模試において、どの偏差値帯であれば2024年入試においてどれくらいの確率で合格したかについてです。日能研全国公開模試で偏差値70以上を取っていた開成中学校受験者は50人中27人が合格しており、約 54% が合格したことになります。R4 偏差値と R3 偏差値は共にこの領域になります。偏差値65から69の受験者は44人中11人が合格しており、約 25% が合格したことになります。合格を狙うにはこの偏差値帯が目安になるようです。続いて受験生が語る開成中学受験の決め手についてです。首都圏の最高レベルの学校であり、塾や模試での成績が開成中学校のレベルに達していたこと、開成を目指して勉強すればどの学校にも対応できると考えたこと、学力的にも校風的にも魅力的で親子で目指すと決意したこと、東京大学への合格者数が最も多い学校であり、学校見学や文化祭に行ってこの学校に通いたいと感じたこと、大学進学実績が良く通学可能な範囲で校風が自分に合っていたこと、生徒の自主性を尊重する校風に惹かれたこと、運動会や文化祭といった学校行事の運営をすべて生徒が実行する自主性を大切にしている学校だから、自由な校風や先輩後輩とのつながり、生徒主導の豊富な行事に惹かれたこと。続いて合格者からのアドバイスです。開成中学の算数は緻密な作業力と問題の条件を正確に読み取る力が求められます。品質分野は規則性、場合の数や数の性質です。問題は初見では理解できないものが多く、条件を読み解きながら書き出していくことで回答に近づける問題が出題されます。近年は大問3から4大構成で応用小問1題と応用問題2から3題という形に落ち着いています。品質分野から出題される普通の中学入試問題に変化してきていますが、手の込んだ問題も多いです。立体、平面図形も絶対に外せない分野です。最近は場合の数、人絡めた問題や図形の移動に関する問題も出題されています。
回答用紙には考え方を書く欄が大きく用意されています。途中式や考え方をしっかり書く必要があります。試験開始と同時に問題全体を見渡し、各問題の難易度を判断して適切な時間配分を行うことが重要です。難問と見た目が難しそうな問題を区別する判断力が求められます。部分点を取りに行くケースが多いため、部分点を稼げる回答を作成する練習が必要です。回答用紙のスペースを活用して論理性、数学的思考力を示すことが求められます。品質分野を中心に対策し、問題の本質を見抜く力を養うことで合格に近づけるでしょう。開成中学校の国語は高度な情報処理力と論理的な読解能力を求めるものであり、記述対策が合否に大きく影響します。長文問題が主流で、物語や論説などの文章が出題されます。題材は出版後5年以上経過した作品からの出典が多いです。小説のテーマは生き方、親子の愛情、戦争と平和など日本の歴史、文化を背景に描いた作品が多いです。随筆や説明文、詩、資料の読み取りも出題されることがあります。記述の形式は文中の言葉を使ってまとめる、自分の言葉で言い換える、自分の意見を述べるの3種類です。指示を見落とさないように注意しましょう。文章の要素を設問に従って丁寧に拾い出し、組み替え、言い換え、まとめる力が求められます。傍線部の意味や理由説明を求める問題や心情説明が出題されることが多いです。物語文は小学生には身近ではない作品が多く、文章量も多いです。場面ごとに時間、場所、出来事、登場人物の変化に注目して内容を整理しましょう。登場人物の心情変化や作品中の事件の内容と結末を把握することが重要です。随筆文は戦争や人権を背景にした作品が出題されることが多く、理解が困難です。背景知識を身につけて差をつけることや回想シーンに注意することがポイントです。改正の国語を攻略するために過去問を活用しながら対策を進めることが有効です。改正中学の理科は実験、観察をもとにして考えさせる問題が多いです。丸暗記だけでは点数を取りにくいため、問題文の細部まで考察できるかどうかが重要です。説明文が長く、グラフなどの見慣れない資料も多く出題されるため読解が難しいことに注意しましょう。難度の高い問題も出題されますが、基本問題も多いため、まずは基礎固めをしっかりしましょう。理科の記述問題は理由を答える、実験の考察をする、知識を問うの3パターンが主体です。答え方はパターン化されているため、事前に準備しておくことが大切です。作図ではグラフを描かせる、運動の様子を描かせる、昆虫や植物の図を描かせる問題が出題されます。特に昆虫や植物の図は細かい知識が必要なので練習しておきましょう。選択問題は選択肢が多く、ミスや勘違いを誘うタイプです。複数選ばせる問題もありますので、注意深く対策を進めましょう。科学計算は溶解度の計算が品質です。基本的な問題が多いですが、グラフの考察を絡める問題は難度が高いので注意が必要です。昆虫と植物が品質です。昆虫の種類や生態に関する問題、植物の花と実に関する知識が問われます。物質分野では水溶液の性質や金属に関する知識が品質です。実験器具の扱い方も重要です。エネルギー分野ではテコ、バネ、浮力、電流、光などが出題されます。力学が最も品質です。地球分野では時事的な話題を絡めた問題があります。気象の観察問題や太陽の高度、気温、降水量のグラフ問題も出題されます。全範囲にわたる正確で幅広い知識と理解に加え、なぜそうなるのかという疑問を持って深く学習することが必要です。改正中学の社会は知識量が問われる試験です。ただし分野を超えた融合問題も出題されるため、単なる知識の丸暗記だけでなく、
歴史、地理、政治、経済、時事問題などを関連づけて学習することが重要です。歴史は政治史、経済、産業史など一つの分野を年代順やテーマに沿って問う形式が多いです。歴史の知識を体系的に整理し、時代背景やテーマごとの出来事を理解することが必要です。地理は各地の産業が発達するに至った自然条件、歴史的背景、現在の問題点までが総合的に問われます。開成中学校の周辺や東京を素材にしたご当地問題が出題されます。例えば首都圏の駅名表示に関する問題や五街道の宿場町に関する問題などがあります。学校の教科書や進学塾のテキスト、過去問を参考に開成中周辺や東京の地理、歴史について知識をつけておくことが必要です。資料の読み取り問題は毎年出題されます。難しい問題は出ないことが多いですが、時間的に余裕がないため手際よく回答できるように対策しましょう。続いて学費についてです。続いて在校生や親御さんに聞いた開成中学校、高等学校の様子についてです。運動会や文化祭、学年旅行などの行事が生徒主体で行われており、自立した人間に育つ環境です。想像以上に良い学校です。校則は一般常識の範囲内と感じております。いじめは聞いたことがなく、細かな争いはあるようですが、学年が上がるにつれてそれも落ち着くとのことです。学ぶ内容は高度であり、各教科、複数の先生から学び、楽しいとの評価です。文化系と体育系の両方に入部している生徒が多く、活発な部活動が行われています。進学実績はトップクラスであり、どの教科もできる優秀な生徒が多い印象です。新校舎が完成しており、校舎内は綺麗です。ただし、教室内は掃除してもすぐに汚くなる、男子校にありがちな状況とのことです。駅から近く、交番も駅近くにあるため、安心して通学できると評価されています。黒の学ランで、黒いボタンがかっこいいとの評判です。制服は、どこで買っても良いそうです。優秀な成績を持つ生徒が多く、文武両道で、スポーツやピアノなど多彩な生徒が多いとのことです。そして進学状況についてです。開成中学校、高等学校のホームページの進路から見ることができます。2024年の大学入試結果です。開成高等学校からの合格実績の数値です。東京大学です。 L は文系、 S は理系で、数字は科類を表しています。文化が計50名、理科が99名、合計149名の合格者を輩出しています。驚異的な数字です。最難関の理科3類も12名の合格者を輩出しています。また、国公立の医学部に合格者を輩出しています。東京医科歯科大学医学部も7名の合格者を輩出しています。東京工業大学は10名、一橋大学は9名、合格者を輩出しています。京都大学は19名、そのうち医学部に4名の合格者を輩出しています。慶応義塾大学は、延べ人数の合計が193名、医学部も11名、早稲田大学は、延べ人数の合計が245名の合格者を輩出しています。その他、海外大学の合格実績もあります。学校行事についてです。年間を通して様々な行事が行われているようです。いかがでしたでしょうか。他の学校についても紹介していきますので、
ぜひご覧になっていただければと思います。